皆さん、いつも応援いただきありがとうございます。タイトルにもありますように、この度埼玉うどんこ TV プロデュースのうどんフェアを開催することになりました。やったー。会場はボートレース戸田、来週の土日6月の22と23に行います。去年に引き続き2度目の開催ということで、めちゃくちゃ嬉しいね。主催は前回と同じくクレヨンしんちゃんの出版社として有名な双葉社さんです。そして今回のイベントに出店するお店は4店舗、川越市から武蔵野うどん新内さん、狭山市から三丁目の手打ちうどんさん、富士見野市からカレーうどん専門店 TFR さん、そして前回のうどんフェアに引き続き2度目の出店となる和光市の新倉うどんひろとみさん、もうどこもいつもお店が賑わっている人気店ですよ。気になってるけどまだ行けてないなーっていうお店も皆さんあるんじゃないでしょうか。マジでどこもうまいんで、私自身すごく楽しみです。そしてこの度用意していただくうどんのラインナップはこちら。お店の定番メニューからオリジナルメニューまで、各店舗自慢のうどんを提供します。1杯500円なので、ぜひこの機会に個性あふれるうどんを食べ比べちゃってください。いや、写真見るだけでもたまらないよね。早く食べたい。各店のキッチンカーの場所はこんな感じで、ボートレースをやる水面に並んでいます。ぜひ美味しいうどんを食べながら大迫力のボートレースも楽しんじゃってください。改めて日時は来週の土日6月の22と23、時間は午前11時から午後4時まで。もちろん会場に私2日間ずっといますんでね、ファンの皆様と写真を撮ったりいろいろお話できるのを楽しみにしております。あとそうだそうだ、重要なお知らせ、このね、今着てるニューカラーのウッドン T シャツと、これちょっと色分かりにくいかもしれないですけど、これ紺色です。濃い紺色にここがオレンジ色のタイプの2種類の T シャツと、あと私が監修した蓮田岩崎食品さんの冷汁うどん、こちらも手売り販売いたしますので、ぜひご購入ください。まあ、特にね、結構ねデザイン自体やっぱ気に入ってるんで、皆さんもこれ着て埼玉のうどん屋さん回りましょう。ということで6月の22と23、来週の土日ですね、ボートレース戸田でお会いしましょう。埼玉といったらうどーん。